王林新学塾の辻中です。どうも、代表の新宮武虎です。今回は王林の日本酒のルートについてお話ししていきたいと思います。はい、お願いします。で、まあ日本酒なんですけれども、まあ一応僕も東大受けるときに日本史世界史選択だったんで、日本史ちゃんと結構がっつり勉強したんですよね。そうですね。まあここ二人東大日本史勢なんで。実は新宮先生も東大文系受けてますからね。そうだね。日本史も結構東大文系得意でしたよね。まあ東大の日本史は全然得意だね。うん。東大に向けて日本史勉強してましたけど、日本史僕結構辛かったんですよね。まあ日本史辛いよね。そう。世界史って結構、なんだろうな、そんなに深く覚えていくっていうよりかは幅広く覚えていこうみたいな感じなんですけど、うんうん、日本史は本当にもうどんどん突き詰めて細かいところを覚えていくみたいな、どんどん新しい問題見てもこれも覚えててください、これも覚えててくださいみたいな。そうだよね。しかも、まあ、世界史と違うのは過去問見ても本当出てるんだもんね。それがまた悩ましいよね。教科書のちっちゃいところに載ってたりとか、どこまで覚えればいいんだっていうのが、僕はちょっとそれが辛かったんですけど、まあ逆を返すとそう思う人も多いかもしれないですけど、ちゃんとやるべき方法とかを分かった上でやっていければ、点数が取れる教科でもあるんですね。そうだね。まあ、ちょっとしんどいなと思ったりするかもしれないですけど、それでもやっていけば高得点取れるようになるんで、で皆さんにはぜひそうなってほしいんですね。うんうんうん、なので今回は、まあ、高得点取れるようになるまで、どうすればいいのっていうところをお伝えしていきたいと思います。はい。で、まず、うん、まあ、こっからゼロベースで勉強始めていこうかなって思ったとするじゃないですか、はい、いきなり暗記しようってのはあかんです。それちょっとしんどすぎるので、うん、まずは流れとかストーリーを知りましょう。確かに僕もそこから始めましたね。そうですよね。で、まあ、今の教材だったらおすすめなのはこれです。じゃじゃん、じゃん、日本史なぜと流れが分かる本、金谷先生ですね。金谷先生、これは実はそんなに深いものは載ってないんですよ、うん、細かいのは載ってないんですけど、まあ基本だったりとか標準的なものを噛み砕いて分かりやすく説明してくれてるんで、まだ日本史ってつけたことないよっていう人が最初にやるものとしてすごく分かりやすいです。で、まあ講義形式だったら他にも実況中継っていうものとかもあったりするんですね。実況中継ちょっと量多くない？めちゃ多いです。そうだよね。めっちゃ多いですし、あれ実は共通テストレベルを超えた知識まで載ってたりするんですよ。うん、確かに。実況中継手つけようと思ってやめたのは僕覚えてますね。本当ですか、うん。後々やる分にはいいんですけど、最初にやるのはちょっとおすすめしないですね。そうだね。いい本だと思うんだけど、最初じゃないかなってことですね。なんで最初は、こういうちょっと、情報量は基本だけれども、ちゃんとわかりやすいもの、うん、これを選んだ方がいいかなと思います。はい。とはいえ、これはやっぱストーリーを理解するものなので、これ一冊で暗記は無理です。うん、なので、暗記としてそれはそれでインプットするものは必要なんですね、はい、それがおすすめはこちら、おドゥン、世界史でおなじみの時代と流れで覚えるですね、はい、これは世界史同様日本史もおすすめです。構成としては基本的にはこう流れを説明する文章が右側にあって、左側に年表だったりとか地図だったりとかがあるんですね。まあ、そこの文章に穴埋めがあるんで、その穴埋めを覚えていこうっていう趣旨のものなんですけど、うんうん、全部で80章しかないんですよ。まあ、しかも、実質右ページだけなんで。まあ、じゃあ実質ほんと80ページ、右だけ40ページぐらいの量ですね。そうなんですよね。で、結構薄いじゃないですか。うん、右だけ40ページって言われたら、なんかやれる感じしますね。頑張ろうと思いますよね。確かに。で、それで足りるの？大丈夫なの？っていう声よく聞くんですけど、うん、これが結構足りるんですよね。まあ、そうなんだよね。はい。まあ、これ一冊で総計とか、協定9割以上とかは無理ですけれども、まず日本史の基礎7割台を取ろうっていう段階では、うん、これと金谷をちゃんと極めればいきます、うん、実は。この40ページ、見開き40ページ覚えたら、協定70点取れますよ。そうです。だからそういうとこ分かりやすいですよね。分かりやすいです、ね。うん、やりやすい。これを極めていくっていうのがまず大事ですね。うん、で、まあ、ちょっと理想を言うと、今、穴埋め覚えていきましょうって言ったんですけど、うん、文章中に赤字あるんですよ。はい。本音は、そこの赤字も赤シートで隠して覚えてほしいなって感じですね。うん、世界史だったら、できればぐらいだったんですけど、日本史はより細かい知識聞かれちゃうんで、まあ、穴埋めだけっていうよりかは、ここの赤字、文章中の赤字も覚えてた方がいいかなと思います。今、パッて見た感じ、結構細かいところまでしっかり載ってますね。はい。僕が東大日本史やるにあたって入れた知識じゃ、知らないようなことまでちゃんと載ってるんで、結構レベル高いですね、この本は。東大日本史は、本当に基礎しか知識はいらないです。まあ、流れは大事ですからね、東大日本史は。なので、そこまでやり込めば、実は協定7割くらいは取れるようになります。うん、で、ここまで覚えました、頑張って。はい。次どうするかっていうと、共通テストとかセンター試験の、あの、黒本とか赤本あるじゃないですか。ありますね。あれで練習しましょう。おで、まあ実際どれくらい取れるのかっていうのを見てみてほしくて、うん、まあ、うまくいけばね、8割くらい取れたら嬉しいなと思いますけど、まあ現実は多分、いけて6、7割。うん、6割いっとけば、とりあえずちゃんと勉強した成果は出てるなって思っちゃっていいってことですね。大丈夫です。うん、
その6割っていうのは、はい、こう4択じゃないですか、大体共通テストって。はい。それを、例えば投資で解いて、たまたまあった1問とかあるじゃないですか。うん。そういうのも含めて、6割解いてたらいいのか、それとも、いや、この怪しいのは、どうせ今その本番じゃないから飛ばして、自分が確実に分かるものだけ塗っていこうと。うん、でそれでやった結果の6割なのかどっちなんですか。そっち後者です。なるほど、そういうことです。そう、運ゲーで6割はあかんです、うん、だからちゃんとこれちょっと怪しいかもみたいなものはあえてマークしなくて6割ってことですね。その通りです。でここからが日本酒問題なんですよ、うんうん。まあ、僕がそうだっただけかもしれないですけど、いやいやいや、こっからが辛くて、なかなか7割、8割でステップアップ僕しなかったんですね。日本酒辛いですよ。辛いんですよ。僕行ったことあるかどうかわかんないですけど、はい、実は医学部受験で最初の共通、あの今で言う共通テスト、センター試験のセンター科目、実は日本史だったんですよ。何東大日本史で最後1ヶ月で詰めたとはいえ、実はその前3ヶ月ぐらい勉強する期間あったんですよね。しかも、じゃあ医学部ってことは結構本気でやってたって感じですか。いや、まあ、数学とか理科とかがまだ耐えてなさすぎるんで、そっちでみんなだって、うん、やってはいたけど、そこまで本気って、まあどうだろうな、ちょっとそこはわかんないですけど、まあ、でもある程度はやってたはずなんですよ。はい、あの僕結構貧乏症なんで、センターもし社会1科目だけでも2科目だけでも、値段が変わらなかったんですよね、当時。今も変わらないからちょっとわかんないですけど、はい、なんで両方受けてたんですよ。日本史と現代社会で。医学部なのに。お金もったいないので全部受けたいじゃないですか。まあ、まあそうですね。どうせ受けるんだったら。はい、で、夏の模試で、日本史と現代社会、勉強してる日本史よりも勉強してない現代社会が同じぐらいの点数だったんで、俺はセンター科目間違ったなと思って現代社会に変えたんですよね。なるほど。日本史辛いっすよね。結構6割いってたかな、もし6割いくかいかないかぐらいから長いなと思って、嫌だなと思ってそこで一回やめたんですよ。僕が逆に大変だったポイントは、うん、例えばこれだったらこれ、うん、で決めたとするじゃないですか、うん、まあ、極めればいいのは分かってても極めるの大変。いや、そうなんですよね。これ極める前に他のに極めないといけない科目が、例えば総計の人だったら先に英語やんなきゃいけないなとかありますよね。理系だったら言っても数学理科の方が大事でしょみたいな、はい、そういう時に7割8割安定させなきゃいけないですよね、うん、それでも、うん、そこで僕個人的におすすめは、まあ、協定演習しましょうとは言ったんですけど、別に時間かかって解くとかじゃなくていいんで、選択肢一個一個見てほしいんですね。もう別に解く解かないどっちでもいいんで、×だったら何がどうなれば丸になるのか、うん、まあ、丸だったら丸でいいんですけど、うん、っていうのを言えるようにするっていうのを一つ一つやっていってほしいんですよ。こういうことも大変じゃないですか。はい。何年分やればいいんですか。まあ10年分とかですかね。10年分。はい。あ、追試はやらなくていいです。うん、まあ、でも10年分で区切れば、まあ、それはちょっと頑張る感じになるから。とはいえ、実際に共通テストとかセンター試験だったらバラバラじゃないですか。室町時代が出たりとか、江戸時代が出たりとか、なんかバラバラなんで、うん、僕は、日本史 B の点数が面白いほど取れる一問一答ってのがあるんですよ。はい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 。これは、選択肢を一個一個ただずらーって載せたものなんですね。うん、何が合ってる。合ってるんだったら丸、×だったらどこが間違ってるのっていうのを説明してくれてる一問一答なんですよ。これで共通テストセンター試験対策っていうのをやってたんですよ、うんうん、それで、まあ、生徒さんとかにもおすすめしてたんですよ、うん、そしたらやっぱり6割7割で詰まっちゃってたなっていう生徒さんとかも8割ないしは9割近くまで取れるようになってたんですね。じゃあ他にもちゃんといろんな人に効果あるやり方ってことですね。そうなんですよ。なんでまあセンター試験共通テストの演習をしてくれって言ったらそれまでなんですけど、うん、そういうやりやすい問題集とかあるのでそこを使ってやっていくのがいいんじゃないかなと思います。確かに。でそうやっていろんな問題に触れてるとここだけで覚えてたら覚えきれなかったものとか気づかなかった視点とかも、うん、あ、乗ってるじゃんってなるんですね。そうなんですよね。こういうのって一回覚えた後にそう乗ってなかったなと思って見たら乗ってるんですよね。そうなんですよ。あれ何なんでしょうかね。とか覚えてたとしても何だろう、説明できないみたいな、うん、ここだから覚えてたみたいなものがちゃんと理解できるようになるんで、そういう共通テストセンター試験っていうのをやり込めば本当にこれ日本史は8割とか、まあ、下手したらそれで9割近くいけます。日本史8割9割取ったらもう十分かな、ね、いや十分ですし、正直そこまでいったら G マーチまでだったら全然対策できますね。言うても世界史に比べて満点取ってる率、共通テスト10分の1ぐらいしかないですもんね、うん、やっぱ日本史は難しいんですよ世界史に比べて。いや覚えることも多いです。まあ正直ほぼほぼの大学はここまでで十分ですね、うん、ここまでを精度高くやるっていうのを頑張ってほしいです。まあ中には総計志望の方とかもいると思うんで、ね、総計ってなるともう一段階欲しいんですよ。しかも慶応もなんか昔に比べて今難しくなってきましたよね。日本史が結構重箱の隅つついてきますよ。昔はそんな難しくなかったんですよ。ここ数年で一気に難しくなってるイメージあるんで、うん、でやっぱ総計を目指す人は総計の問題とか総計で出るものっていうのに触れていかないといけないですね、うん、そうですね、はい、やっぱりうちで
総計毎年受ける人いるじゃないですか、うん、日本史で受けた人とかも毎年いますけど、みんな口を揃えてこれ良かったっすっていうのがこれ、あ、メイトですね、はい、実力をつける日本史100題。まあ、これはどういう問題集かっていうと、100個のまあ入試問題ですかね、そうですね、が抜粋されてるんですね、うん、で大体地域とかテーマごとにまとまってます、うんうんうん、まあ、この実力をつける100題は本当に難しいです、うん、これより難しいものはやんなくていいって言っても過言がないくらい結構ちゃんと難易度あるんですね、うん、ただテーマごとにまとまっているので、今まで共通テスト対策でやってて得られなかった知識を得るためには最適なんですね、うんうん、これのやり方なんですけど、はい、もちろん解きはしてほしいんですけど、解いて満足絶対 NG。 この問題集は特にこの解説が優秀なんですよ。ここに、まあ、教科書よりも深い周辺知識だったりとか流れだったりとかっていうのがプラスアルファして書かれてるんですね。そうですね。なんで自分が間違えた問題とか理解が浅いかなと思った問題は、ここの解説を読み込んで、知らなかったものにはマーカーとか引いてほしいですし、あるいは、まあ、僕のおすすめは教科書に書き込んで情報を教科書に一元化するのがおすすめですね。あ、そうですよね。こことか、それこそ開拓史本庁は1871年に札幌に移されとか書いてあって、教科書とか見たらちゃんと載ってるんですよね。載ってるんですよね。だからここのレベルになると、ちょっと載ってないものもあります。うん、それでも、早期受けるには、出てたら覚えてほしいんで、書き込みましょう。まあ、100個って言われたらそんなに多くない、どう感じるかわかんないですけど、結構大変です、これ。でも、しっかりやり込むことによって、まあ、早期レベルの知識っていうのをちゃんとつけますね。はい、まあ、一応残念ながらそれでも早期の知識は 100% にはならないんですけど、まあ、絶対重箱の隅つくやつあるじゃないですか、はい、もう本当早稲田の日本史だったら古墳の問題4択とかっていうつとも名前聞いたことないとか、そうやばいっすねいや慶応の法学部とか見ても品川ガラス工務店みたいな教授の趣味やんけちなみにそういう問題は捨てましょう。うん、まあ、合格点取ることが大事なんで、僕らはマニアじゃなくて、こう、早計とか、まあ、東大、京大とか、そういう難関点に受かる人になってほしいんで。そうですね。そう。なので、実力をつける日本史をやれば、それより載ってないものを覚えようは絶対しなくていいです。はい。まあ、ここまでやって、あと過去問をやり込む。ここができれば、大体早計でも対応できますね。そうですね。はい。高得点かわかんないですけど、ちゃんと早計でも、これだったら合格できるねっていう点数は取れます。うん、合格点を取りに行きましょう。はい。一応あとは今私立の話しちゃったんで、はい、国立の論述書かなきゃいけない方もいると思うんですよね。はいはいはい、たくさんいますね、はい。はい。一応そこも話しておこうかなと思うんですけど、はい、まあ論述はやっぱり論述の勉強しなきゃいけないんで、うん、まあ僕のおすすめは考える日本史論述っていうのがあるんですね。うんうんうん、はい。まあ結構一般的な参考書で、テーマがあったとしたらそこにテーマに対する問題が載ってるんですね。論述は別に何の参考書でもいいんです、ぶっちゃけ。いいんですけど、ポイントだけ押さえておいてほしくて、書きまくって演習しようってしたら失敗します。書いたことないですね、東大対策の時に。マジですか、うん、まあでもそういうもんですよ、ね、そういうもんですね。書くことよりも何を書かなきゃいけないのかとか、うん、どうやって書けばいいのかとか、そういう知識的な部分、これをまずしっかり覚えとかないと書きようがないですからね。そうなんです。まあ流れを整理するためになんか白紙に要所要所の単語書いて、これはこういうつながりでこれをしたとか、だからそういう概略図みたいなものを書きましたけどね、うん、構成メモとか言いますね。構成メモ、そうですね。構成メモは書いたことありますけどね、うん、まあ僕もまあ新宮先生に教わったからかもしれないですけど構成メモをいっぱい書くことをやってました。で、構成メモは書くんですけど、その代わり回答解説をしっかり読み込んで、うん、自分が知らなかった説明だったりとか流れ、周辺知識っていうのはやっぱり教科書に書き込んだりマーカーをつけてったりして、うん、そこを覚えていくようにしたんですよね。究極は教科書で太字とかあったら、それについて説明できますかっていうのを一個一個確認していくと、もう最強になれると思います。結構大変ですけどね。めっちゃ大変ですけどね。うん、まあそこまでやれば論述はできるようになりますね。うん、あと過去問ですね。まあ世界史と違って、こう横の広がりがあんまないから、流れは、概略つかめば書けちゃいますからね、日本史は。そうなんですよね。意外とテーマって、早計みたいに細かいものを聞かれるものは別ですけど、うん、そうじゃない論述に関してはテーマってある程度決まってるんで、うん、そのテーマに関して一個一個ちゃんと理解していければ、意外と書けます。意外と書けます。うん、なので、まあ書きまくって演習しようじゃなくて、そういうテーマの知識をまずはつけよう。うん、こっちを大事にしてもらえれば、論述は別に東大も含めてちゃんと書けるんじゃないかなと思います、ね。そうですね。まあ少なくとも構成メモがちゃんと書けるようになってから、本当に自分活字にできるのかなみたいな。うん、手に負荷とかおかしくならないかなとか思ってチェックで書くのはいいと思いますけど。あ、そうですね。構成メモは書けないうちにやっても書けないのは当たり前なんで、うん、それはちょっと意味ないですね。そこまでやれば、国公立の論述っていうのもできるようになります。
そう。まあ、主にこんな感じですね。はい。はい、今は、こう全部、総計レベルとか国公立レベルまで喋りましたけど、各自自分の受ける志望校くらいのところまでで勉強を頑張ってほしいですね。そうですね。プラスアルファやりすぎると、結構空回りしちゃうこともあるんで、あくまでも自分の志望校の学問を解いてみて、合格点を超えた点数取れるか、ここにこだわって勉強やってほしいです。そうですね。合格にこだわるんだったら、総計であれば、まず英語がちゃんと7割、8割とか、大台乗れるかどうかですね。英語6割で、世界史、日本史、8割、9割、意味ないですからね。意味ないですね。なので、まあ全体のバランスも見ながら、その上で日本史を頑張る。これを大事にしてください。ぜひ合格をもぎ取りに行きましょう。応援してます。ドン。